はい、もうこれはもう最高ですね。当日中に食べる、のり弁でございますね。いただきたいと思います。いやー、もうお腹がギュルギュル、昨日の夜からもうなってしまいましてね、もうギュルギュルお腹が鳴ってました。ずっと大げさでも何でもなくギューぐらいの音がしましたね。さあ、のり弁、まずはこのお醤油を下地としてこのように垂らすことが大事ですね。垂らすと、そうしましたら、なんといってものり弁はある意味主人公とも言うべきね、タルタルでございます。どういう風にかけるのかか、あ、うまい。あ、我ながら、そうですね、この、うん、いいでしょうという、箸を食べてしまいそうになりましたね。まずさあ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 、まずは野菜から食べることが大事なので、このきんぴらごぼうを、いただきます。うん、うまっ、うん、うまっ、うまね、うん、あ、うまい、うわ、タルタル、うまい、タルタルの味しかしない、うまっ、うん、うまっ、うん、うわ、最高、うん、うん、ま、まま、ま、うん、はい、よく噛むと水がいらないということに気づいた。うん、わあ、これだけです。早いもんでございます、これ。これだけ。うん。
ああ、最高。うまっ。ああ。